何年ぶりになるのかな、ジェイソン。先に言っとくが、俺はこんなところでやり合う気はないよ。それじゃ金にならない。下っ端が口を挟むな。立場をわきまえろ。野郎ども、準備はいいか。ヤクザもその仲間も全員ぶっ潰す。10年待ちました。10年ねえ、10年か、うん、いや嬉しいですよ。だって10年越しで呼んでいただけるなんてね、ありがたいですね。でもまあ今回は自分じゃないっていうね、まさか外国人になるとは思わなかったですけど。さっきねゲーム見てもらったんですよね。ちょっとね、すごかった、すごかったでしょ。いやすごかったです。だって海のバトルというか、プレイ動画ファッと見せられて、これが竜って思う人まずいないやろっていう。ああ、そうかもしれない。全く思わないでしょ、うん、だって完全にパイレーツですもんねまあそんなこともないんだけどね、ちょっと今日そういうとこばっかり見せたから。そうそう、そういうところだけ見せていただいたから、うん、いやこれまでの竜とはまるで違う。よくこれを今、うん、こんだけ竜重ねてきて、この角度で新しいことできるなっていう、うん、衝撃的でしたね。モーティマーね、いや僕は最初どういう風に演じようかなと思ってたんですけど、うん、モーティマーに流れてみようと思ったっていうか、うん、自分がこうしよう、しようじゃなくて、モーティマーのプロフィールがあって、ね、これで自分がどういうことをするかっていうのをちょっと委ねてみたところがあって、で今回僕が自分のセリフ、モーティマーのセリフの中で一番好きなのはもうあの一言です、うんうん、マジマーっていう言ってみたいセリフ、言ってみたい、言ってみたいセリフっていうね。散々戦いましたからね、うん、あのセリフ一番好き。僕も自分の目覚ましとかにしようかな。モーティマー役を演じさせていただきました、今回ちょっと本当びっくりすると思いますよ。これまでの竜ファンの方もまだこんな引き出しあるんかと、ちょっと衝撃的な作品やと思います。僕ちょっと一足先にね見せていただいたんですけども、あの皆さんワクワクしながら待っといてください。